おお、すげえとこにいるな、俺、今日は。天空人だね。よろしくお願いします。引き続き、ポリーブリッジやっていこうと思います。まだ2面なんだよね。ちょっと2の9。今日長丁場、こっからやで。これをね、どうやってやるかなんだよね。この面ちょっと難しいんだよね。まずは、俺ここはスタートとして多分合ってると思うんだけどな。油圧なんだよね。ちょっと油圧なんだよ、大事なのは。だから道路を、この星の頭まで行けばいいから、星の頭かするところ、ここのラインで道路を作っていこう。ここにラインで道路を作る。これはまあいいと思うんだよね。絶対ね、俺、すでに納期を守れないよか。この面難しいだろ、でも。でも絶対ここね、俺、観音開きが絶対キーだから、絶対ね、観音しなきゃいけない。ここをパッカーしたいんだよね。絶対ここパッカーしないとこれクリアできないと思うんだよな。油圧の楽しさに気づいたらこのゲームの勝ち。このゲームの勝ち。ここは絶対割るんだよ。だってここに結んだらダメか。チュートリアルに書いてあったんでね、このダイヤ型を作れ。強度が出るのはダイヤだ。これ本当か？おっと、見なかったことにしよう。見なかったことにしよう。で、いつもの三角形を作ろう。三角形は 60.26 度な。これ大事。60.26 度でちゃんと三角形を作っていくと。あとはコピッペ、みんな大好きコピッペで、は？ほんとこれいい BGM だな。たまんね BGM だよねこれ。黒い液体みたいなやつら投げるの似てる。それなんてゲームだ。すでにここ強度ないんだもんね。こっちか。強度が絶対的に足りねえんだもん。足が弱すぎるんだけど。絶対こんな。
右側な、これ後からやるんだよ。待て待て待て、落ち着け。あといつものな、いつものおにぎり作ってきゃ勝ちなわけ。あとおにぎり作れ、こっちなもんなわけ。今から油圧で押し上げる。ここから、ここ安定悪いんだもん。だって刃違うよ。ちょっと待ってくれ、ちょっともうちょっと俺に時間をくれ。観音開きにすればいいから、なんとかしてこれを引き上げればいいんでしょ。だからここを鋼鉄にして、で油圧をここでつなげて、これ引っ張れんじゃないの？これ引っ張ったらいいでしょ。あ、なんかここが壊れそうな予感してるぞ。だってね、勝手に簡単に折れるな。強い気持ちを持て。ここ引っ張りゃいいんだよ、多分。さあ、どうやってね、バカタレ。もういいわ。予算まだあんだろ？ここら辺固くして。ここが弱いの。ここか。まだ予算あるよな。台地から上げる。こっから引っ張るってこと？ああ、こっちから上げるか。そうかそうか。そしたらここ関係ないもんな。ありか。うわー、なんか赤。で、油圧を、こっからいいんじゃない？もう行ったね。よし。あとここを、ここさえパッカンでこれ勝ちでしょ。いや待てよ。これ引っ張ってもここ上がっちゃうな。待てよ。ここを分岐点にして、1212。いいっしょ。ここも分岐点にして、11122。これで上がるよね。上がるね。で、ここはいいでしょ？簡単じゃん。完璧じゃないこれ。契約？展開？展開？こっちに契約が 20%。 勝ちやろ。ウィーンだろこれ。ウィーン。あ、上がった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 。待って待って、え、いいじゃない。あ、いいじゃない。どうやって崩れたの？ちょっともう一回スローモード見させて。どこが崩れたの？
下がってるやん。ちょっと待って、下がってるやん。は？パワー負けしてんの？は？どういうこと？こんばんは。ちょっと早く動け。何タラタラしてんの？あとてめえバカだね。ここにつけんのか？あ、変なとこくっついてるかもしれないってこと？ファック。ここでしょ？ 1122 だから、どこが外れるんだ？ 11。ここ、あ、待てよ。ん？ここは外れる、外れる。あ、ここ外れちゃダメじゃん。あ、外れちゃダメ。こうだ、こうだ、こうだ。あ、ほんとだ、ほんとだ。ここ外れちゃダメじゃん。なんか違う動きしてんな。ここが耐えられてねえの？マジか、ムカついてきたな。ガッペムカつくな。油圧のことが分かってねえな。観音開きの分岐点につける。あ、こっから引っ張るってこと？出る？届くか？ここから。なるほどね。ここから、ここめがけていくってこと？結構これお金かかりそうだな。予算大丈夫かな。まあいいや、とりあえずこれで。あれ、こうやって正しいんだよね。あ、でもそしたら多分ここが壊れるぞ、多分。え、1。あ、これが1か。こうか。題名見るログ嘘でしょ？俺たちの橋を作ろうになってるでしょ？見てなかった。ちょっと待って、俺たちの橋を作ろうのこいつで。なにこれ、ここを犠牲にして成功したってこと？え、だってこれ最初からもしかしていらねえんじゃねえか。おおおお、いいぜ。なるほどね。しこ。ん？ナイスアドバイスだったね。ここは船が2台通るだけ？は？簡単じゃねえのこれ。ここで俺の腕の見せ所だね。ここでトレーシングツールを使うわけよ。トレーシングツールを使って、繋いで、ギリギリの橋を作ると。
で道を作る。これぶつかんのかな。でもう一回トレーシングツールを使って、待てよ、先に木を置かなきゃなんか。まず木を、これぶつかるかな。でトレーシングツールを使えば、視聴者半分減ったな。でもいいじゃねえか、俺これやりてんだもん。そのミルローグ 3時間見たら頭おかしくなるよ。これを使いこなしてなんぼよ。クオー。でもなんか届いてない感じすんな。この辺じゃねえか。ぶつかる？せっかくこんな上一生懸命丁寧に組んだのにこれぶつかんの？やめてくれよ、そういう。そういうこと言うのやめよ。このキャンセルの音かわいいな。何回でも聞ける。いいね。え、これここまで組んでこれやり直したら嫌なんだけど、これちょっと待ってくれ、待ってくれ。そのスピードか。は？ちょっと難しいな。なんてこった。ありがとうございます。ミシンマーさん、ありがとうございます。嘘だろ。は？そういうゲームじゃねえのかこれ。でも絶対そうだよな。いや、ありえないありえない。それ以外の形ありえない。この場合はそうか、下に下に下にでしょ。下に下にだから、こうして、おっと、こうしてこれをもっとグイって上げて、ここまで上げて、で道を色付けして、逆転の発想じゃねえかこれ。これ登れるの？いい質問だね。ちょっと待って、くっついちゃった。ちょっと待って、離れてよ。違う、そうじゃないよ。
ここの木を、岩を利用すんの？嘘でしょ？それないでしょ？これ岩だってくっつかないぜ。これでいいんじゃない？なんかこれ安定してる感じが全くしないんだけど、気のせいかな？これが答えの可能性がなんか極めて低いと思うんだけど、気のせいかな？これ。ああ、でもまあまあ保てそうだな。いけそうじゃない。この図形描画ツールがうまく使いこなせない。これのトレーシングツールをうまく使いこなすっていうのがこのゲームのここの面のあれだな、肝だな。近すぎず遠すぎずのいい点を見つけないとな。ここか、いけそうじゃね。下の岩ってくっつけらんねえもん。下の岩くっつけ方がねえんだって。てめえは本当に、本当ここだけ消すか。ここだけ消したいんだよ。そうそう、ここだけ消したいんだよ。は？トンとか言ってんじゃねえバカだね。でここでもう一回トレーシングツールを使えばいいのか。なんか簡単やん。そうか。んだわこれ。よし、やっぱ手動だよ。プロってのはね、やっぱ手で。手動、プロっていうのはね、職人ってやっぱ自分の手で。はあ、届くって言ってるじゃんこれ。ちょっと待って、光ってないのこれ。こう光ってるよね。はあちょっと待って、これ待って、これがじゃあまたトレーサー消したいのか。あ、そうか、これ道路のとこにも木が置けんのか。そういうことか。岩の尖ってる形にフィットする三角形つければ。ああ、そういうこと。ここ置けねえもん、そもそも。ほら、置けない置けない。みんな置けねえよ。置けねえ置けねえ。そこ置けねえんだもん。なんつったって。置けねえ置けねえ。フロップ。もう美しくねえか、これ。ああ。登れないって誰か最初に言ってたね。登れないって最初のコメントした人が正解だったわ。答え登れない。はい、答えは登れないでした。でも角度を緩めりゃいいんだろう。これどうやって角度を緩めるんだよ。いい線いってんじゃねえのこれ。これなら絶対正解これだと思うよこれ。ちょっと待ってよ、角度は？あ、これぐらいの角度。いや、下の三角形が当たっちゃダメだから、これぐらい？これだったらいいんじゃない？うわー、三角形当たるかなこれ。ここだけちっちゃくする。怪しいな。これは怪しいぞ。これは怪しいね。強度的にも怪しいね。よし、できた。あとはコピー&フロップ。まだあったか、真ん中は。これだろう。頑張れ。
妙に当たったな、多分。今、当たって落ちたんだよね。ちょっと待って、今当たって落ちたんだよね。今当たって落ちたよね。え、どっち？当たって落ちたの？あ、違う違う違う。ここがぶっ壊れたわ。ここが壊れた。だからここを木で補強すれば、これで終わりでしょ。木で全部補強していくの？俺お金かけたくないんだけど。はあ、予算超過すんのか。予算との戦いなの？めっちゃ小さい、小さくする、ここ。両端最初の三角形に第一接するような辺追加したらどう？は？だってこう点一個しかこうねえからできなくねえか？できんのか？もうちょっと待とう。もうちょっと待とう。ここ弱いんだろ。ここグッとして踏ん張れ、お前が。そこでそこで最後の三角形でちゃんと踏ん張れば。Pretty close. Pretty close. ここか？あとはどこ？あとどこで？真ん中ってそんな高い必要ないんじゃない？その通りだけど、でもこれアーチにならないとこれ強度出ないんじゃねえの？なことないよな。アーチが多分一番強度出るって噂聞いたんだけど。で、そうだ、真ん中強度いらないから、真ん中を上げるってのはどうよ。真ん中を節約しよう。真ん中は姉派していこう。真ん中を姉派。全然足りねえじゃん。道路ないじゃん、これ落ちるじゃん、かわいそう。にゃー。おう、おう、悪ないな。最大応力率 97.9% ギリギリだな。まあクリアはクリアだな。木材油圧ロープ、何これ。はちょっと図の見方が分かんない。スタートで A と C が行って油圧が作動して A の2の2から A の2の1へ帰ると。うわ、何何何何、スタートして A の1と A の2？
何これ、どういう意味、油圧なしでこれどうやって上上がるの、は認めてくるよこれ、今の正解だぜ。はこれどうやって A のに上に行くわけ、これ、あ、待って A の2は意味が分かんない、とりあえず道路作ろう、意味が分かんねえから、設問の意味が分かりません申し訳ありません、設問の意味が分かりません。これで油圧が動くってこと？これで油圧が動くんだ。何がしてるのか分かんねえんだけど、え？みんな分かりすぎ、笑った、俺さっぱり分からない、ウィーンってこれ上に上げるってこと？ってことはここがこれで、ここがこれで、これぶっ壊してで、ここをくっついてるのが2だから全部離れてミュイーンってあげればいいんだ。で、ここもここも11、あ、違う合ってるのが22、これでいいのか、で、契約50、これでいいのか、あ、違う違う、これ逆じゃん、あ、あ、でもここ支えられねえじゃん、これ落ちるぞ、こっちが展開じゃねえか、そうだ、しかもその通りだわ、展開じゃねえか、展開を 50%、こっちは契約？でもこれ契約しても 50% までしかいかないんでしょ？なんでこっちが繋がってんの？違う、こっちが繋がってちゃダメじゃん。え、両方繋がってていいの？え、待って、こう展開しなくていいんだ。こうか？届かへんやん。
そりゃそうだよね。ここが2分の1になるんだもんね。当たり前だよね。ここが 50% で2分の1になるんだから、上がらねえよ。どうやって上げんの、ここまで。だから、ここにこれをつけること自体が誤りなんだな。ここにこれつけちゃダメなんでしょ、じゃあ。待って、じゃあ、待って、そうか、これ。え、これ1本でこれ全部上げれんじゃねえの。待って、これ1本で、お前1人で上げろ。一人で全部上げてみろ。無理を言おう。無理を言うだけど、お前が一人で上げろ。正解じゃねえかよ。え、上がんねえのか。え、待って。展開 50%。あれ？あるぃ？ああ、わかった。わかった。真上に。右の真上に一個三角形作って、ここのこと？あれは以下ですね。ちょっと待とうよ。だってここで持ち上げても届かないし、ここで引っ張っても上がんねえんだから。あっ。全然ダメじゃん、これ絶対違うしさ。右の赤点の上に柱を立てる。ちょっと上げてこう。それあるよな。そうだよね。一番原始的に考えれば、右の道をちょっと上げればこれが上がるようになるんだよ。原始的に行こう。通るだろ車。まあ、でも道路、あ、道路そうか。道路の数が限られてるからストレートにしか道路は引けねえんだ。あー、そういうことだわ。そういうことだわ。すまん。できねえわ。俺の得意技、必殺技は使えねえ。
ロープをどう使うんだこれ。あ、わかったわかった。あー、わかった。ピンポーン。もうわかったわ。ごめん、もうごめんな。みんながまだ考えてる間に俺はもうわかっちまったわ。答えってやつが見えたわ。分かってねえわ。最初の形で分岐の形が嘘でしょ。あれいけた？だってこの高さが2倍になるんだから、要するにここからここの高さが 1.75 メートルで、それが 3.45 でしょ。 3.45 で 3.5、 ここまで上がる。いけんじゃねえか。え、これだけでいいの？展開いけねえんだわ、これが。若干いけねえんだわ。若干届かねえんだわ。これを契約 32%、 これでいいんじゃない？これよ。はい、答え見えました。ギュイーン。油圧の取り付けの位置上げられへん。ここのこと言ってる。だってここもう道路をまっすぐに置くしかないんだわ。だから道路まっすぐにしなきゃいけないから、道路まっすぐここにたどり着けないんだよ。え、最後何？ビジャンプにする？待って、最後ビジャンプにするっていうことか。でこいつ戻ってくるんでしょ最後に。ちょっと待って、マリガメさせて。で、A は2の1に戻るんでしょ？下のやつもう一つ左にできない。おお、ありそうやね。これで上がんのかな？展開マックスにするか、とりあえず。これ支えられなくねえか。だから木をここで補って、でここを外れるようにすればいいのか。不足ちゃうか。待てよ、両方で押すのが途中まではこいつのパワーで押して、二個押しはどうよ。そりゃそうだよな、そこがひしゃげるよな。
ロープ使うんだろうね、もう絶対。油圧の上に三角？ロープでしょ、絶対。なんかでロープ使うんだよ。ここ多分油圧じゃねえな。ここ木だろ？どうやってこれこんなリフトすんだ？このまま寝てま、今何時？俺この状態だと時計が見えないんだけど、このゲーム時計ないから。あー、どうしようかな。ロープをどう使うんだろう。何これ、わかんねえ。木材の三角形の頂点と頂点の間に油圧つける、こういうとこ、ここブッチするでしょ。でも角度的にはここだよな。角度的にはここな気がすんな。確かにこれで展開したらどうだ。わあ、これぶっ壊れんだろうな。でもどうかな。あ、いい角度いくな。いい角度いくよ、これ。でも。あと10分で11時。もうかよ。右上の赤点に油圧作ってロープで引き上げる。ロープで引き上げる？どこだ？ここ？いやいや、無理でしょう。ここロープ。右上の赤点でロープで引き上げる点は一体どこだい？これ行き過ぎだからじゃない？これ展開のレベルを30に下げたらいいんじゃない？あー、弱いなー。ここが弱い。ワンモア木材、これでどうよ。ワンモア木材で補強。ここじゃない、ワンモア木材で補強。これどうよ。おー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 おおー、一番シンプルな方法でいこう。全部木材にすればいいんじゃないか。あー、柱はね、立てるとね、全く力が生じない。あはー、ファック。微調整入った。惜しい。あとちょっとなんだよ。25じゃねえ、27 27でどうや。これや、きっちりクリアしてったね。しゃ、2面の2の12。本当はロープ使うんだろうな。まあいいや。
スタートで、タクシーで油圧で、船で油圧で、タクシー。お、高えな。なんだこれ。え？ 1 点しかないじゃん、これ。正解だろ、あれ。あれ正解で、公式にもあれに載ってるよ、絶対。油圧をどこで使うの、これ。え、だってこれ、つなげる点一つしかないんだけど、これ。初めてなんだけど、このパターン。え、つなげる点一つでこれ、どうやってやるの？嘘でしょ？どっかあるの？何にもないんだけど。この辺あんの？ねえじゃん、どこにも。空を見上げても何にもねえ。え？これどういうこと？つ なげられないんだけど。ジャンプ？どこにつなげんの、これ。上にあんじゃねえ、隠してんじゃねえの？飛行機みたいなやつねえの？これこうやったらだってこれ落ちるでしょ、普通に。こうでしょ、ブラーンでしょ、これ。はい？ はい、なんだけど、これ。だから、そうかそうか、こういうことか。下にこうくっつけて、ここで？そういうこと？ここでトライアングル作って、何？固めるってこと？この壁を利用したトライアングル固めってこと？これ。あ、そういうこと？秘技トライアングル固めだ、これ。この壁をうまく使ってやってくわけだわ、多分。で？なるほど。秘技トライアングル固めを使って、なんていうの、まず1台行く、油圧が動く、船が行く、油圧が動く、タクシー。え、B と D で2回やんの？四角だともったいないでしょ、部材が。え、これどうすんの？これ何、これ。まっすぐ行ったらこれ落ちるの？いけんの？これ。これぐらいは超えられるっていう話？何これ、すげえ不安なんだけど。めんどくせえからとりあえずロープにするか。はあ、ロープは1本まで？いや、これここが限界なんだわ。これ以上いけねえ。これ以上右にはいけない。うん、右じゃないわ、左だわ。左右の感覚もちょっと分かんなくなってきた。ロープは1本ね。ということは、これをこっちに持ってって、ここからグワッシャーって引っ張るんだな、多分。答えはもうここしかねえ。もう適当に組んでるぞ。ここからここに向けて引いて、で、ロープを持ってってガッチャンして、あとはいつものみんな大好き、三角丸を作って。これ重なる？もしかしてこれ重なってる？え、もう木材ないの？なんでなんで？重なってんの、これ。ちょっと待って、勝手に重ねんのやめようぜ。
なんかこれ微妙に重なるんだ。うぜえな。これでいいや。あ、これだし、たまみがあるからダメか。もう予算超過してんの？早ないかい？は？予算超過が早いよ。どう使うんだ。一本いって、こっちが P なの。なんだこれ、くっそ難しいぞ。また、これ下からちょい支えないとこれダメなのかな。あ、待てよ。それがこれ使う？鋼鉄使っていく？いや、重くなるな。仮にこれ引っ張ったとしてもこれ大していかないしな。この長さが半分になるでしょ。明らかにこれ当たるわ。道路右上がり、あ、できなくねえのかな。道路の数がね4つだから右上がりにしていくとどうなるんだろう。これ飛べるかな。こんな長くなくてもいいのか。絶対ここで下でこうがっつりこいつ固定してくんなきゃ。そうだよね。こんな長くなくてもいいのかな。耐えられねえ、ここが耐えられねえっつってる。
これを強くするときにはダイヤモンド三菱。まるで耐えられないね。そうなんですね。最初に壁にドカっていった時に折れてるね。ファーク。今何時？もう時間か、もしかしてこれ。もしかしてだけど、最近時間を調べてきてる。Google で時間って言ってるから。時間。11時7分か。なるほど。これは難しいですな。困りましたな。この壁のなんだろうな。この使い方が分かってない気がするな。短い方が隙間が少なくなって衝撃少なさそう。でも綺麗な三角形か。そうか、でも綺麗な三角形ってのがあるんじゃないか。そうなんだ、ね、やっぱここがやっぱ綺麗な三角形、美しい三角形をやっぱ一番強いのは三角形だから、これだったらもうドッカーンでどっしりよ、そら。でもこれ予算すげえかかってるけどな。ここも同じくして美しい三角形、まあ、若干ずれてるけど、まあ、でも美しい三角形だな。ここで美しい三角形を、あー、これは硬そうだな。予算が絶対足りなくなるわこれ。早速足りなくなりましたわ、うんうん、右の陸にそこまでいけねえよ、さすがに。とりあえずこれでロープで支えられんの。おお、ファイヤー。おお、まあ一回ちょっとやってみるか。これで油圧つけて、これで油圧つけたら多分動くから。崩れるぜ普通に。車がなんか余裕だな。これもう一個最初の角度上げるか。
ああ。お前はもっと高く飛べ。これまでここまで上がったらもうあと油圧でここから下から上げた方が早いだろ、これ。これでいいんじゃない？あ、でもこれ支えられねえか、こいつが。こいつがパワー不足で折れるか。折れるよな、そりゃ。あれ？これ3個でいけるな。これいらねえだろ。ジャンプ！は？俺の低予算式。もう一回トライしてみろ。うん。惜しいね。惜しいね。なんかいびつだぞ。あー、もういいわ。面倒くさくなった。うん、いいじゃん。これはいけたっしょ。悪くないじゃん。悪くない悪くない。次。は？下のバーにおいて油圧制御装置を使用することができます。何言ってるか全く分かんねえわ。これを俺の IQ に問題があるのかな。何言ってるか全然わかんない。これを使用することで、これ下手くそな英訳じゃ、英訳じゃねえ、麻薬じゃねえか。これを使用することで油圧系動作時、あなたは特定の油圧装置分割点を作動させるかどうか選択できるようになります。まあ、要はやりたいかやりたくないかを選べるってことかな。うわ、複雑だな。初めてご利用し感がなかった。そんなことねえよ。今までもずっと素直だよ。素直な答え出してて。スタート油圧で A1 ポイント1で船で油圧で2合目か。うわ、なるほど。選びたいのが、そうか、どの油圧を動かすかを決められるんだ。わからないぞ。まだ答えが見えない。なんだこのゲームは。でもマリガンがわかんない。マリガンを理解してないよ。だって A が行って船が行って A が行って、そうって意味がわかんない。
あいつがまず行くんだ。なるほど。ってことは、マリガオ見よう。まずあいつの右側の船が行って、で、次にこのバスが行って、で、A1 の位置で止まって、で、それで油圧が動いて、は、これむちゃくちゃ高いじゃん、これ。どういうこと？まあ、これ観音だな。観音様でこれ開けるんだな、多分。だから、ここは基本的には、まず道路が引いて、ここまでは硬そうだな。で、あと油圧で、え、届かないじゃん。ここ引っ張って上がる？いや、待てよ。あ、勝手にすんな。バカだね。垂直にエレベーターはねえわ。さすがの Y も上がるね。これここで繋げちゃったらこれいけるでしょ。おやー、まあ、ここは少なくともないでしょ。これ落ちるじゃん、でも普通に。これ支えられんの、ここで。これ言わずでここ持ってたらこれ支えられる？それともここに上がってくるような道路にする？上がってこれねえじゃねえかよ。これ落ちる？あ、落ちねえの、これで。なるほど。落ちないんだ。で、ここを。なるほど。だからこれと同じ仕組みをコピー&ペーストでこっちにくっつけて、で、まず最初に動いてほしい。ん？は？最初から開けとけってことか？船がいきなり来るから、最初から開けとけってことだ。なにこれ、斜め待機しろってこと？斜め待機しておいて、伸ばすってこと？そういうことかい？これは。これ最初このまま行ったらドッカンだもんね。ドカーン！はぁ、あ、はぁはぁはぁ。斜め待機だ。これ斜めってこれ回転ツールってあんのかな？回転はないよね、このゲーム。あんのかな？なんていうか、軸回転みたいなのできないのかな？それはなさそうだな。そういうこと。コピペじゃいかないんだ。はぁ、めんどくさいね。まあこの角度かな。あ、これだと上すぎか。高く上がんない？いやでもこんだけ高く上がんなかったらこれ通れないね。なんでこっちここぶつかんないの？え？これギリギリでぶつからないようになってる。は？この辺？節約式ってこと？で、油圧を？え、これ壊れるな。は？これ壊れるだろう。これこのまままっすぐこれがグイーンっていったらこれ壊れるんじゃない？大丈夫かいこれ。これ大丈夫かなこれは。プロップして。契約じゃない。展開。プラス 50%。ウィーン。
おろ。いいですね。あら。あら。この油圧制御装置ってのを使うんだな。いいやん、飛べるやん。素晴らしいね。建築士になろうかな俺。かわいいな、センスの鎌足りじゃねえか俺。いけるぞ。2面って14が最後。ちょっと待って、俺2面の最後これ区切りいいんだけど、そしたらちょっと一回見させて。あ、まだ2つあるわ。ちょっと2面クリアしたいな。そうだるくいいんだよ、そんなのは。そんならいいんだよ。いいじゃねえかこれ。あ、待て待て、マリガン、またマリガン増えてる。木材、鋼鉄、油圧で車が行って B が上がってで、で戻って、おお、なるほど。こう行って今度上に上がるんだ。これ簡単じゃん。これリフトすればいいんでしょ。これどうやってリフトするのか分かんないけど、これリフトすれば勝ちだろう。え、こうでしょ。届かないか。こっから道路グイーンって言っても 50% までしか上がんないから届かないね。ロープがないじゃんこのゲーム。ロープどこ行ったの。これこっから難易度上がんのかな。 あるよね、まあ、まずは大人のトレーシングツールな。これを使いこなしてこそ大人だよ。ちゃんとこれでトレーシングツールってまっすぐなんねえの。嘘でしょ、まっすぐになるよね。大人のトレーシングツールで直線を作って、あれいいね、大人だね。大人のトレーシングツールでまっすぐ作って、こいで、ないじゃん。ロープ欲しいよ。ここでこうしてロープでここで引っ張ればここがうまくね、支点じゃない、支点、力点、作用点、絶対違う、言ってること間違ってると思うけど、要するにここグイーンっていけばこれがギャーンって上がってこっちで支えられるっていうのを描いたんだけど、ロープがねえわ。ロープがなくて GG だこれ。間違ってました。まあ、とりあえず三角するか。どうやって引き上げんの？要するにこの油圧は、これからここから仮にこうやっても、これの仮にこうやっても2分の1にしかならないわけよね。だからこれの長さをマックスにして、
木だと折れる。あ、待てよ、これ油圧と油圧のこれダブル油圧ができるんでしょ、多分。ダブル油圧じゃないこれ。ダブ油圧。ダブ油圧ができるっしょ、多分。いけるじゃん、もう勝ったじゃん。はい、はい、GG。ダブ油圧よ。俺たちのダブル油圧があった。これがあるんだよ、これが。ダブル油圧できるっしょ。これ全部落ちないかこれ。大丈夫？え、もう最初から傾いてんだけど。しっかりしてくれ。は、最初の発想良かったでしょ。俺も天才かと思ったんだけど。多分シンプルにこれダブル油圧で GG だと思うな。え、これずれてんの？ちょっと待って。行くじゃねえかよ。嘘ついてんだ。開けそうだな。外れるのは、2番こうくっついてる、くっついてる。違う。ん？これはくっついてなきゃダメでしょ。あ、予算か。多分この高さを調整すればいいでしょ。こうか。あ、これ合ってんのか。展開になってる。展開じゃないこれ。完璧じゃねえかよ。ちょっと待って、これの番号が違う。こう、こうか。何、どれ、俺もいまいち分かんない。ここが2、こう、は？全部に？めっちゃ賢いやん。全然理解してないんだけど俺、この1と2の仕組み。あ、そうか、2はこっち。そうか、くっついてくる方が2か。レベルクリアしてねえよ。やり直し。予算が足りねえよ。これを、あ、これで終わりだ。残るが1か。そうか。めっちゃ美しいじゃん。いいよ、そういうの。そういうのやめようぜ、もう。でも、これ以外の答えがあるんだろうな。綺麗。うん、若干綺麗じゃなかったけど最後。まあ。え、待って、これ予算いくらでやってる人がいんの？ちょ、ロードしてくれ早く。俺見てんだ、リーダーボード。え？俺が1万4000でしょ。8000？え？ 6000 でやってんの？天才かよ。どんだけ天才なんだよ、6000って。いや、すごいぞ、6000は。頭良すぎだろ。まあいいや、次行こう。とりあえず一回全面クリアしたいな。ジャラクサス行ってこい。ジャラクサスいいよ、今日。疲れてるっすよ、俺。ちょっと俺の肌のあれがちょっとみんなに見られたくねえからさ。マリガンからだね。まずはケーキと車が反対からこう両方に来るわけだ。両方から来て、船が2台来て、
で、もう一回油圧が置く。え、なんかただ普通にこれ何？また観音開き形式じゃねえのこれ。まあこっちは開けないから、多分だけど、ここ油圧でしょ？空中の中で出てきて、本当だ。それそれ、待ってたぜ。ああ、じゃあどこに道路引いてんだ、バカだれ。これ何？適当に弾けばいいってわけじゃねえ。そういうこと？は？いっぱい道路作れるぞ。え？待って、マリガンが分かってね。マリガンが全然見えてね。待って。 A1、 B、 あ、違う、考えればいいのか。A ワンちゃんがブユーンって言ったら、最初これ上行かなきゃいけねえの？え、待って、これ最初 A ワン上に行くんだ。どれ A ワンって、こいつか。こいつがまず上に行って、で、こいつはまっすぐ行くのか。で、その後にこいつはそのままか。ああ、そういうことか。はあ、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 はあ。だから A2 は最初まっすぐに行くんだよね。で、A1 は上にいて、今度はそれが降りてきたくなるのか。だからこれが上にシフト、最初は平らで上にシフト今度しなきゃいけないんだ。そういうことか。だから最初は平らで上にシフトでしょ。どうやって引っ張んだこれ。鉄鋼は2本しか使えない。上にシフト？ A1 がい、A2 がいて、で、これ上に上がんねえとこれ落ちてぶっ壊すから、上にこれを上げなきゃいけないんだよね。まあ俺の普段の考え方で言ったら、この辺の中途半端なところに道路持ってって、で、ギリギリ、あ、なるほど、だからここにアイスクリームついてんのか。高さがあるから、これ、俺の汚い真似ができないようになってるわ。ああ、なるほどね。嫌がらせシステム搭載か。だから、まっすぐ行って、え、これどうやってこれ上まで上げるんだ？これを引き上げるためには、こっちに引っ張るしかないでしょ。気球の使い道か。で、まず、こっちから、左から行こう。で、A1 が必ずここに来るから、で、A2 通るためにこれまっすぐでしょ。で、船が1台通るときに、と、順番どっち？油圧があって船が動くから、真ん中の上に鉄骨で三角。鉄骨はちなみに2本な。鋼鉄は2本しか使えないから。まあ、こういう形かな。そうか、そういうことかな。言わんとしてるのは、こういうこと？これはありそうだね。こうで、油圧をここにして、いや、上がんねえぞ、ここじゃ。ここギューンってやっても上がんねえから、できる限りこっちに、いや、無理、届かないわ。どうするんだ？これマジ課題だな。なんだこれ、どうすんだ？これどうやって上に上げんの？いや、待てよ。これは残しておいて、
や違うな、左の車アイスクリーム、これぶっ壊してくる絶対こいつ。いや今思いついたわ俺。常次郎さん、ありがとうございます。あ、俺今日あれだったわ、ドネーションの人の名前ありがとうっていうの触れた。とにかくありがとう。これ何、これは何かな、ここ繋いだらいけるかな。あ、そうかそうか、分かった分かった分かった、そうか、こいつ結構パワーあるからちょい上目の角度にして、上目にしたらこれいけんのかな、3本で A1 が上にいけんのかっていう、そういう話なんだけど、だこれはバカだね、お前めっちゃ角度つけてるぞ、これぐらい天に登れ、これ登れんのかな。絶対届かないよね。そういえばサブボタンはどうなったの？じゃあ、アクセススタンプのためにサブをしてもいいよ。サブボタンでまだね、今、俺、アマゾンというか、スイッチの契約は結んで、で、あと今、なんかね、税金の税務情報を今、今、精査というか、してるらしくて、それがちょっと時間かかるわけよ。待って、これ降りても次のこいつ降りれねえじゃん。だからここ1本だわ。え、1本 ?1 本でちょっと無理でしょ。緩められねえよ。こうじゃねえなってことは。こうしたら絶対これがゆるゆるゆるってなって、こう斜めになってシュンっていくと思ったけど、届かないな。どうしたらええんや。これが答えだと思ったけど、違うな。もしかして。
まあ、でも A1 登る方も大変だな。待って、A1 登るためにはこれ、絶対必要なのかな、もう一個。でこれ、もう一個絶対必要だよね。だって、こいつ帰ってこれないもん。ここがだって4本なかったらこれ繋がんないもんね。明らかに。だからこれ道路必須だわ。そうなんだよね。右ジャンプされてそうなんだわ。だからこっちは絶対必須でしょ。で、これを可愛く下に倒したら、絶対これ下で崩壊するじゃん。その崩壊を俺はどうやって止めるんだ。その崩壊をどうやって止めるんだ。その崩壊をどうやって止めるんだ。ああ、そうか。ここで油圧つけて、これを上げればいいのか。これをリフトすれば別にいいのか。これを、リフトして、上にこの点を上げれば、多少の、なんていうか、やりやすさは出るよね。で、かつこっちもリフトする。うわ、金かかんな、そしたら。大丈夫かい、これ。これでそこと下ろしたら、これで下ろしたら何が起きるかって言うと、届かない。ということなんで、ここで必要なのは油圧をここにつけて、いやこれ落ちるか、これ油圧が折れるかな。ちょっとわかんねえ、何やってんだよバカタレ。基本動作忘れんな。あ？これ以上作ることはできない。ちょっと木材だよ木材。あー、これ重なるからダメと思ったやつ。あ、鬱陶しい。なあ、鬱陶しい。なんだこの汚ねえ。おお、行った。徐々に展開していって、なんでグラグラしてんの。そういうね、なんかいろいろ違うんだけど、ちょっと待って、いろいろ違う。俺がマリガン読めてねえぜ。で、さらにここ、こいつも来んの？鬼じゃねえかよ。鬼。忘れた。こいつも来るんだ、さらに。そうか、だからこれいらねえのか。確かにそうだね。別にこれが上がってくればいいんで、これを結局上上げなきゃダメなんだわ。そうだ、そうだ。これを上に上げなきゃいけない。これどうやって上上げんだ？鋼鉄を一本も使ってねえな。多分鋼鉄が答えだな。これをどうにかして上に上げたい。どうやって上げる？俺はこいつをどうやって上げるんだい？こっちを引っ張って上げることはできるけど、そうするとこれが降りられないんだよな。どうしようかな。これ上げるのは船が来たら上げることはで、待って、マリガン。船が来て、
で、もう一回油圧があるから、これ戻してか。とりあえずじゃあここに油圧で、まあ、大して上がんなくてこれぐらいで十分でしょ。これゲーム内 BGM。 ひどくねえよ。何言って、今答えにまあものすごい近づいてるって今俺手応えを感じたんだけど、手応え感じただろ今。あとはこいつをうまく下ろす仕組みさえ考えれば、あ、ちょっと休んでんじゃねえよお前もう。うん、こいつをあとうまく落としてあげる仕組みを考えればいいんだよね。そうね。で待って、さっきこっちの右側の方の油圧がなんかバカな動きしてたから、つけて、その左の縦の油圧の使い方がね、正直ね分かってない。だからこれを消して、やっぱりこの気球をうまく使って、道路が1枚余ってるから、これを気球の高さに合わせて、で油圧をまずまっすぐ引いて、でここをロープでつないで、これを徐々に展開して、まあ、ね、とりあえず50でやってみっか。だってね、俺の考えを何だと思ってんだ。的外れもいいところだ。レクサー君もそう言うよ、これは。これは的外れもいいところだわ。何をやってるんだ、俺は。ああ、そっか、こっちの方が重てえんだ。そういうことか。
これぐらいにしなきゃダメか。こうか。こうか。にゃーん。あー、ちょっと待って、違う。あれ？なんか俺の描いてるのと全然違うんだけど。あ、違う違う、終了しますのでない、それが。今のタイミングのちょっとフォローでちょっとびっくりして、マジで終了した。なんてこった、ちょっと待ってよ。コードセーブスロット、あ、よかった、ぶんねえ。さっきの縦の油圧の上に鉄筋置けばいける？ちょっと待って、何言ってんか分かんない。ちょっと待って、ごめん、何言ってるか俺が理解できてね。そのまま固定か。そうか、別に、あ、そうか、これ上に当たらなければいいから、待てよ、これをもうちょい下げて、このぐらいに下げる。これぶつかる、これ下げて、別に、そうか、これ何も釣らなくてもいいんだ、これでいいじゃん。いや、よくねえ、これどうやって支えるんだよ、これロープか、ここで支える。うわ、まさかコーン？おお、セーフ。若干不格好だけど、今のはセーフ。行け、俺のローラーコースター、行け。を 50% にして、でさらに油圧をもう一個つけて、お前上がれよ。なんでお前上がんねえんだよ。ここでいちいち俺が指示出さなきゃいけねえのか。こうか。両方落ちてる剣について、完成したと思った右も死んでいる剣について、どうしたらいいでしょう。私はどうしたらいいでしょうか。いや待てよ、ちょっと待って、これもいらねえよ、こんなのいらねえ。これでちょっと待って、まず左から完成させて、これ上がったまんまにして、もう何にもしなければいいじゃん。これ上がったまんまでいいんだよ。分かった、これ上がったまんまでいい。お前黙ってくれ。ちょっとお前左が逆？これとりあえずこれ上げたまんまでいいんだよ。これ揚げパンにしとけば、これ勝手にこううまくいくだろう。揚げパンでいいよ。揚げパンでお前はいけるよ。そのままいけるじゃん、これ。これ揚げパンにしとけば、
だてめえ、チキショウ。70まで減ってる。70ここのこれだけ残れば十分だろう。贅沢言っちゃいけねえよ。俺の趣味でやってんだからこれ。ミルローグ以上にこれは趣味の世界だと。うわー、あとちょっと欲しいな。じゃあこっち何が落ちてるんだ。マジか。むしろこれちょっと上か。あ、左の上げる角度もっと上げるってこと？Holy shit。Holy shit。Holy shit。ガチで HS のラダー回して、しかもレジェ隊でも視聴者一桁の人いっぱいいる。嘘だろ？そのレジェとかなったら、でもあれじゃないか、もしかしたらズーずーっとやってんじゃないか、ズーを。さすがにズーは俺も長い時間見られねえよ。さすがにレジェでも。そういうことじゃねえのかい。さすがにズーばっかりやられたらちょっと参るよ、俺も。ズーで見れねえな。苦痛だわ、なんか。お前の魂に。あ、今うまいこと言ったね。ズーをずっとやる、めっちゃうまいこと言ってるじゃん。それ 俺の面白いやつな、それ。なんかギャビゴリ押し感が出てきた。もうそろそろ俺の知能の限界が来てる。この大事な鋼鉄をここに使っていく。降りてくんのやめろお前、まだ早いぞ。気球ガン無視してる時点、ガン無視してねえじゃん。上1個つながってるぜ。よく見てくれよ、俺の上に1個つながってんの。
おお。おお。おお。ファック。ホーリー。石の中に鉄筋一本仕込んでからジャンプの処理に耐えられたりしてない。おお、なるほど。明暗だね、それ。めっちゃ賢い。そうだね。それありうるね。絶対この気球を生かすんだろうな。その生かし方が全くわからねえ。帰れお前ら、お前ら全員帰れ。この形かな。ダメだ。ここの降りるのもうまくいかねえし、ああもう今日ちょっとあれだな、なんかもうや帰りたくなってきた、家にもう眠くなってきた。いや眠くはなってねえんだけど、もう脳みそがダメだわ。チキシうまくいかねえ。この上をどうすっかだな。スジャンプだと届かねえ。スジャスジャは実はその鉄骨挟むっていう案はありだけど、これ上げた上にさらに鉄骨挟めばいけそうだよな。いや気球からたるませて油圧で引っ張る。右って最初こうなってて、あと下ろすだけでしょ。おお、そういうことか。ここで、あーめっちゃ賢いやん。こって賢い子がいるね。君ちょっとうぜえな。君は一回死のう。
っと恥ずかしいとこ見られちまったな。じゃないのこれ。これ普通にたかこれ。そら落ちるわな、そら。そら落ちるわな。そら恐ろしい速度で落ちるわ。え、こんなん繋ぐ必要ないんだ。さっき言ってた人いたな。ロープか。ここはちょっと眠くなってきたんで、ちょっと私眠くなってきたということでちょっと言い訳させてくれ。もうちょっと寝るわ。あの今日一晩夜考えるんで。あ、でもやりて、今何時。あ、でも俺明日朝早起きしなきゃいけねえんだな。あ、明日俺、待って、0時16分まで行こう。あと8分やろ。あと8分やろ。マジに使うか。うわ、ね、ほんとそう、このナイスカントリーミュージックが。できたも同然じゃん。いいにしようぜこれ。なんとかダメかいね。もともとこっちどういう仕組みでやってたんだっけ。最初これどういう仕組みでこっち動かそうとしたの。これうん。
これと同じことやればいいのか。これと同じことやればいいんじゃない？何何何？これと同じことすればいいじゃん、これと。え、こう、そういうことでしょ、これ。単純にこれと同じでいいじゃん。何をしてるんだ、これは。これでいいだろう。展開。展開？とりあえず右が行けるかどうか確認しよう。 Holy crap it reno。 crap it reno。幸せの大三角形、これでいける。こっちが長えからか。長えから、気球と直接道路の重圧で重さ耐えられないならロープたるませとけばってこと。全然頭に入ってこないわ。あとで3回読むわ。あとで3回復唱するから、それでちょっと理解するわ。 YouTube で動画見たら1本のやつの力を分散させて橋2本動かしてる人がいた。天才か。予算ねえわ。調子いいな。ここからこう引くってこと？
めっちゃ難しいぞ、それ。トレーシングツールを使って、長さ 4.59 メートル。あ、弾けてね。長さな、長さな、ここのな。なにこれ、何でくっつけてる、これ紐じゃないでしょ。え、これ紐、紐じゃないでしょ、これ。ちょっと紐がくっついてねえよ、何くっつけてんだよ、俺は。変なのがいっぱいある。変なのくっつけてんじゃねえよ、バカタレ。え、これ紐、これロープ、俺ロープつけようとしてんだけど、これ違くねえか。はぁ、これロープですか、これロープがこんなにガタガタするんですか。じゃあ2点でいいんじゃないですか、そしたら。これは当たんねえんだけど、何かがおかしい。ここくっついてんな、お前。勝手にくっついてんじゃねえよ、バカだれ。あー、できなくなさそうだな。待って、ここから、ちょっと待って待って待って、できる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 。ここからここの長さ計算して、ここでしょ、ここからここって何メートル、 4.75 で、こいつ実際もうちょっとずれっから 4.78 4.78 のロープ張れいいんでしょ。どうやってたわませんの、 たわましてくれ。だってね、チキッシュ。ヨーガツール。で、これを 4.78 に持っていくと。4.8、あ、いいんじゃない？これでいいんじゃない？ちょっと短いね。やっとてめえ、チキッシュ。と腹立つわ、こいつ。4.8 じゃない、4.9 か。4.98、これでいいだろう。いいじゃない？てめえ。全然俺の計算が間違ってんだ。 5.25、 これでどうよ。ちゃんとあれだな、計算したらこれ出るんだろうな。
脳が死んでるな。お、おじゃねえよ。恐ろしい微調整に入ってんだけど、果たしてこれは正しいのかい。おお、ブラボー、ブラボー、これはブラーボーだね。そして左側か。左側をどうするんじゃ、場合は。じゃあ鉄骨くんまだ使ってないんだよね。2段目にくっつける。どうやって2段目つけるの、結構死なんだぞ。左は左下がりの坂にはできないの。あ、最初からってこと。こっちをこうパッカーじゃなくて、最初からそういうスタンスでいくってことか。そうだよね、別に右をいきなり上げないで、左を最初からこう、こっちを最初から上がればいいっちゃいいよね。確かにそれは一つだよね。そうだね、最初からそうすりゃいいんだよね。そしたらごちゃごちゃ考えなくていいんだよね。でもそしたらこれよりも高いとこに点が必要で、これは地面とは違ってここに引っかかったりはしないの。うっ、左に三角で左に指定点を寄せればいけるくない。左に三角で左に指定点を寄せる。そらそうだな。一体俺は何をしてるんだ。真ん中の2段目に視点を寄せる。ここ?これ上げ。おお。これかい?
俺たちのダブルピラミッドかい？絶対俺のなんか間違ってんだろうな。感じにする？何？右と同じ感じ？ H1？ え？真ん中2段目に鉄骨で？あ？何を言ってるんだ？チーム。チーム、しっかりしてくれ。唐突だな。私はバレーボールをやってました。バレーボールと、柔道をやってました。あの黒帯をしっかり持ってるんで、あ、なんかこうシンプルにこれでいけんだろ、これでいいんだろ、十分これ縮まるんじゃない。あ、いったわ、これで。してるのかな。H1.A の1.1 ってどこだ。ここ？ここに三角が組めねえぜ、ブロー。これでいけんだろ。んだ、どうてめえ。ここに三角形は作れねえべ。どうやって作るんだい？これかい？さっきやった。三角？これ？で？ほんで？これ届かないぜ、ブロー。こういうことかい？ちょっとだけ上がった感。こういうこと？
あ？繋がってねえのかよ。お前。ロープ？だってこれこっちに引っ張ったらこれぶっ壊れちゃうでしょ。こっちにウィーンっていったら。は真ん中に繋いだ方がいい、これ面白いよ。ちなみに全然だけど、これこっちはだってあげようっていうのが今のコンセプトでしょ。どうやってあげるんだい。こっち引っ張ったらぶっ壊れちゃうぞ。使える鉄骨がもう一本ありゃね、ここでこうこうとかできるけど、鉄骨先生は使えないんだよね。なんとかしてこれ上げたいんだよ俺は、上に。ここになんか滑車とかねえの。滑車、ここに滑車つけて、で、ロープここにつけて、で、油圧とロープで、ここで滑車で、ここでウィーンってあげたい。俺、滑車が欲しいんだけど。滑車。やっていっか。あ、じゃあ、ちょっとやった。ブロー。方向があれやろう、多分。こういうこと言ってる？めっちゃ賢いやん。動画撮ったら答え見ちゃった。ちょっとダメだって、答え見ちゃう。そうか、ここがロープだから壊れちゃわないのか。違う、こうか。なるほど。ちょ、待て。なんで勝手に降りんの。ちょ、降りちゃダメだ。釣られて落ちてる。ここが外れてないってことか。ああ、そういうことか。So close.予算ぴったりだな。
こいつの衝撃が半端じゃないな。届いてない。でもこの長さ変わんないでしょ。だから。理解してないな。なんか予算がちょうどぴったりになったわ。ここにあれか、それとも最後のやつつけるか。最後、姉派。ふぅー。お疲れ様でした。本日はここまでとさせていただきます。なるほどな。まあ多分これが、多分最適解では多分ないんだろうな。でもこれみんなうまくいってんだな、結構。なんかもっと簡単な答えがあるんだな。よし、2面までクリア。3面はいいや、ちょっと見ないで今日はやめよう。つらいわ、これも。これ徐々にこれ難しくなるんだろうな。今日はこれで終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。なかなか難しいね。